江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回は渓谷の小さなニュースの詰め合わせミニニュースのコーナーでございます。はい、今回もね、張り切っていきたいと思いますが、しょっぱなからですね、ちょっとイラッとくる話題ご紹介していきたいと思います。最初にね、嫌なことを済ませてしまいましょう。こちら日本渓谷市なんですけども、日本女性の半分が汚染水放流反対ということで、日本政府漁民外信が集中攻略予告ということで、ちょっと何って最後の方何言ってか分かんないんですけども、日本の女性の半分が処理水に対して放流反対をしているという記事でございます。本当か？福島第一原子力発電所汚染水海洋放流をめぐる日本内の男女間の温度差が激しい。これに女性も男性もあるのかな。まあ実際にこの原子力発電所の爆発事故があった当初は、特にお子さん、小さいお子さんをお持ちの女性の方は心配されてる方が多かったのはなんか記憶にあるんですけど、今どうなんですかね。女性の半分ほどが汚染水の放流に反対するのに対し、男性は 65% 近く賛成の立場を見せたと。おお、どこだ。朝日新聞は、去る15日から16日、有権者939人を対象にした電話調査の結果、女性回答者の 49% が汚染水放流に反対したと17日報道したと。賛成意思を明らかにした女性は 37% だったと。朝日さんですね。去る3月同じ調査では、汚染水放流に対して女性回答者の 48% が反対し 42% が賛成した。女性たちの汚染水放流に対する反応の声がより大きくなったのだということで。まあ、これは日本でも報じられてるのかもしれませんが。まあ、これを所詮朝日なんでね。私たちは、所詮朝日の言うことだからねって思うじゃないですか。ね。もう話半分以下に聞いてるじゃないですか。でも渓谷ではこれが日本の総論なんだなって思っちゃうんですよ。この前の共同通信が福島の近くで取れたクロソイがなんか汚染されてるみたいなね、記事、ありましたけれども、福島の原発のもう真ん前で取ったクロソイがって話なんですよね。そういう中身をすっ飛ばして、渓谷ではそれにとこういう記事によって、いや女性が反対してるとか、やれクロソイがとかっていう風にねなっちゃうんですよ、ね。だからもうまず元凶をやっぱ立たないといけませんね。はい、じゃあ次行きたいと思います。次はね、言った言わないという話なんですけど、日本と緊密に協力、日本大使館が処理水の説明会に政府は渓谷政府知らなかったということで、ちょっと見ていきましょう。福島原発汚染水放流問題を控え、渓谷政府は日本側から中華日本大使館などが主催する、処理水関連説明会の日程に関する連絡を受けられなかったと明らかにしたと。ほうほう。日本大使館側は外交部側に説明会日程をあらかじめ通知したという立場を見せ、両側のコミュニケーションに混戦模様が見られているという指摘が出ていると。ソウル庁舎で開かれたブリーフィングで、18日と21日など汚染水関連日本側説明会日程などについてはないと把握しているとし、もし具体的に出てきた状況があれば説明するとしたと。これに先立ち中韓日本大使館は渓谷外交部出入り記者及び科学記者協会などに電子メールで、説明会が開催すると明らかにしたと。で、日本大使館側は東京電力の放出に対する取り組みに関するオンライン説明会を開催というタイトルで参加受付を受け付けたと。日本大使館で主催する今回の説明会開催の有無を事前に認知していたかという質問に、外交部の局長はそれと関連して私たちは別に連絡を受けなかったのにだと答えた。
それとともに、日本大使館は独自に進行するのかという質問にそう思うと見えると、別に連絡を受けたことがないとないことが分かっていると、ね、連絡を受けたかどうか別に確認をしてみようと。しかし外交部の説明とは異なり、中韓日本大使館は説明会開催事実を警告政府側にも事前に放置したという立場だということ。また言った言わないですね。はい、じゃあ次はですね、ちょっとこれ私は知りません、勉強不足で知りませんでした。日本の歴史教師も知らなかった日本人の、朝鮮戦争参戦ということね。こちらちょっとさらっと紹介していきたいと思うんですけども、ご存知の方いらっしゃいますか。まあこのテレビの話なんですけど、まあ見たこと、このテレビ見たって方は多分ご存知かもしれません。2019年 NHK は隠された戦争協力、朝鮮戦争と日本人というドキュメンタリーを放映した。その主な内容は米国国立公文書館でなんと1033ページに達する一級秘密だと。書類には米軍に沿って秘密裏に朝鮮戦争の地上戦に参戦した日本人に対する米軍側の尋問って書いてあるけど、これ聴聞ですね、聴聞記録などが盛り込まれていたということで、で彼らは朝鮮半島で地上戦を経験し、一部は実際に銃を持って戦った、つまり戦闘員としても活動したのだと。だから参戦した他の日本人よりも極秘裏に扱われた彼らの存在を明らかにするという点で意義がある。一度日本人が参戦したという事実はこれまでもほとんど知られていないと、それだけでなく、この本は米軍側が作成した尋問記録に基づいているという点で重大な意義を持つと。はい、ということでね、やってたね、見たよーって、機雷除去の話ではないですねこれ、はい、ということでございました。それではですね、次は渓谷のね国内のニュースいきたいと思います。こちらじゃあ BGM チェンジ。はい、それではね、こちら渓谷さんがですねまた1位を獲得しました、おめでとう。はい、渓谷のワークライフバランス、仕事と生活のバランス水準が OECD 加盟国で最下位圏という分析が出てきた。はい、渓谷人の適正労働時間を保障する水準は31カ国のうち下から3番目だったということで、渓谷より低いのはギリシャとチェコだけだったということですね。渓谷は年間労働時間が1915時間で調査対象国のうち1位だった。1位っていうかワースト1位です、おめでとう。はい、31カ国の平均年間労働時間は1601時間だったということでね、300時間違うのか。300時間ってどうだ、結構だよ、結構な時間数ですね。そんだけ働いてる割にはまあはいはい、それではですね、残りもちょっとまだいっぱいあるのでここで一旦ね、終わりにしたいと思います。じゃあですね、後編もぜひご覧ください。それではこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。